あだね今日何食べたって今日それかなそういうの食べたよあ,あ優しい、ね、そうめっちゃ変色なんですよめっちゃ変色なんですけどそれに合わせてもらってましてペロこんばんはいやめっちゃ変色っていうか焼き魚に限ってはそれ以外は食べる 清水のたまにアイドルなんかじゃなかったらって思いますがえ思わないです生まれ変わってもやりたいアイドルなんかじゃなければチッチッかさそこだけさ迷うっていうことはないあのさ だってさ、パラレルワールドのさ、仕組みだったらさ、例えば今、サラが6時から配信したけど、7時から配信した世界線もあるかもじゃん。悩んだらその時点でもう道が分かれていくから。例えば、今日お菓子買う時にチーズケーキじゃなくてチョコを買った世界線だったり、もうパラレルワールドはその 2, 2択じゃなくても何択かで悩んだ瞬間、すぐに枝分かれするから、 枝分かれするから別にそこにだけあの後悔が出るってことがないんですよね。アイドルじゃ,じゃなかったらって何でそこだけ思うのってもう今日朝ごはん食べなかった世界線とかって思うなんでもっといっぱい日常にあるのにそんな何年も前にした決断を何で思うのって思うよ。こんばんばはどうやってる現地を覚えてるえ普通にあの 普通に名乗ってくれたら「グロージュです」って言ってくれたらいいよなんで台湾からあげやねえ好きだから <laughs> 台湾に行きたい台北だから思わないですねアイドルなんかじゃんタ <music> ああ、それでは。こんばんは。チェキ、みんな来てくれますか。チェキ、来てほしいです。チェキ、みんな来てくれますか。チェキ、来てくれますか。 世界に一つだけのチェキぜひゲットしてねいっぱい書けよーということでゲットしてくれください今日何食べたって今日なんかお弁当食べただいたい見送りときスケベメネタして,覚え,て覚えるよーオッケー チェキー売ってるのそう今ねピンクカミオさんにもぜひゲットしてほしいチェキー売ってるチェキーをね売ってるあのサラのツイッター見てみてください清水サラっていうツイッター坂道オタクの子に握手会の札作らないんですかって言われたんだけどえっスティーユもさ名札作ってくれてる方いっぱいいるよいっぱいいるだから作ってくれたら嬉しいかもみんなも名札作ってほしい 嬉しいよ動画編集が趣味の台湾唐揚げ好きの娘を持ってもほ大変じゃって <laughs> 謎を包みすぎる行かなくても帰るのそうなのオンラインってショールームで書いてるところ配信してそれで後日それがお家に届くのまあ流れとしては私が事務所に集合して事務所でその ファンの方が買ってくれた枚数分の写真を撮るの。例えば三十枚だったら三十枚、五十枚だったら五十枚撮るの写真を。そしたら、それを配信で書いていくんですよね。左利きの招き猫さん、ハートありがとう。外国語は四カ国勉強して。しこんばんは、片っ端から今いる七七名前で。 呼んで何々来いやと言うと来るそうですよ <laughs> えそうなんう申し訳ない流れでいうそうそう事務所に集合まあ朝起きて顔洗って歯磨きして事務所に集合してからあれかな写真を撮ってっていう感じかな <laughs> その日のスケジュール <laughs> ファンの方にそれ教える必要ないよ <laughs> 面白いこんばんは 絶対聞いても意味ないで思ってるみんな <laughs> こんばんは詳細すぎるそう0人だったら家で待機そう0人だったら家で待機だからみんな <laughs> お願い0人でもあの今あの買ったよって言ってくださってる方3人ぐらいいるんですよ3人ぐらいいいてあの あの3人は確保したのでその子たちの発言が嘘じゃなければなのであのピンクカウヨさんはぜひ4人目になってください待ってますさすが Vlog 撮った時う段取り大事だからやっぱ YouTubeYouTube じゃない Vlog はやっぱビデオブログは段取り大事カウアーターさんありがとう泣いたなんで泣くの 今日何食べたって今日お弁当食べたよだからみんなもぜひ4人目5人目6人目7人目8人目9人目10人目とどん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 アートについでくれリアタイ間に合うかなまあ正直間に合わなくてもまあ何とは言わんが見る方法はあると思う,思うべあ分かったじゃあ間に合わなくても目安が分かるように あ,のあでもそっか番号を書いたら巻き戻す時に楽じゃないですか番号を書いていったら「ナンバー何?」とか書いていったらでもその誰かの,あのおたともおたともにスクショしといてもらって例えば番号が21だったとそうでしょそしたら「ああ」ってちょっとわかるじゃん。 どこの方を見ればいいかなって全部見て「何々さん」っていうのを全部聞かなくても2121 21って「あここが16ならもうちょっとだね」とかさ目安がわかるからじゃあ整理番号書く、ね、そしたらあとから「ウォクローで見た時も「ルルークーブ」で見た時もみんなが分かりやすく「あ自分はここら辺だな」ってリアタイできなくても分かると思うよ。だから みんなぜひとも待ってるこんばんはーこんばんはーこんばんはーもうみんな来てくれる今は3人は来てくれるんだよ3人来てくれること確定してるのでうん あと7人で10人 <laughs> 今見てきた意外といいよねだでも狙ら以上に絶対いい思い出にする絶対にいい思い出にするよ絶対お家に飾ってお守りにしてくださいあのスマホケースとかにも挟んでください透明だったら見えちゃうけど透明じゃなかったらそのそれかお財布の一個かのところに入れてくださいパスケースにも入れてください 追い込まれて力を発揮するタイプのであえて今回もう追い込まれてるからやめてもう追い込まれてるからこれ以上いじめないでもうやめてくださいもういじめないでください <laughs> まだ追い込めるみたいなまずい人まずい人ですか 確かに他のメンバーに何がすかふわそんな感じそれはそうだけど崖っぷち的なそうあのマゾヒストにもおすすめです <laughs> でもあのみんなもしよかったらゲットしてくださいゲットしてくれたら嬉しい1枚でええんかいやそりゃ1枚2枚3枚って来てくれたらさ嬉しいけどさ でもみんな大変でしょそう,そうだってみんなみんなだから1枚嬉しいよ <laughs> 買った何人目かなってえわかんないそれはそれはも,もう今聞いてもきそのファンの方に「買ったよ」って言われたやつだけをてるかわかんないんですよマスオさん GG ありがとうこんばんは。 初見でして秋人さんありがとう今日何食べた今日はえ何食べただろう今日はお弁当食べました今何分だろう？こんばんは三十分やったのか チェキサイン会もお話し会とリアルお話し会もツーショットを申し込みましたありがとうなんか安部さんはあのこの前の2期生の打ち上げの時にめっちゃめっちゃなんか1人縛らない縛らないといけなくてビンゴで景品当たったんですけど誰かにおしめにサインも書いてもらうっていう景品で絶対1人じゃないといけなくてそれで DD ってことで有名だから。 ちょっっと一個のパフォーマンスになってました <laughs> めっちゃ面白かったあえて今回心を23期生でああそれはつらいまた個人情報さらしてるいやさらしみたいさらしさらしアカ,アカウントなのショールームの違うからねさらしアカウントじゃないからカズさん10月23日行きますああ終わってますさらしアカウントじゃないからこのアカウントやめてください サブちゃんめっちゃ怒ってるシミ探しアカウントやめてくださーいやめて修羅場の一歩手前でしたってえもう修羅場だったよ普通にあれは修羅場だったからねもう昨日はもつ鍋食って今夜はポッサム食って晩酌中やでってもつ鍋めっちゃいいじゃん 晒しみえっさらしみやばい4文字で晒しが入ってる晒し水だから晒し水さらちゃんが選ばれたらえ選ばれなかったあの雪きりかだった DD は許せますか許しません許,し許せませんなんかあのめっちゃ安定感あるもう絶対この方はずっとさらのところにも来てくれるっていう DD さんだったら嬉しいよ でも DD さんってやっぱ DD だからどっちかの方が愛が強くなったらあのどっか行,く行っちゃうじゃないですか絶対だからあのもう絶対安定感があるあの DD さんとかだったら嬉しいんですけど平和なんですけど安定感がないとやっぱりあっちに行くのかなとか思うじゃないですか DD だったら、まあ、だから4年間ずっとその DD でながらまっすぐと通い続ける姿勢を見せてくれたりしたら5年間ぐらい。 全然認めれるんですけどポッと来て「えー!」って「うんん」って言って「えっ、ー、と誰々ちゃんと趣味されおしい」とか言われたら「嘘でしょ」ってすぐどっか行くでしょうって思うよそう言っちゃうんですすぐどっか行っちゃうからもう一個した絶対行かないって思ったらいいんだけどねさらちゃんのお話かせてどうちが基本ですが えー、うんオンラインが基本でえっと直接会ってお話し会は広島大阪幕張が多くて今回は福岡があってそれで広島が多いっていうことはないですね全部い全部同じ回数ありますねそうそう5年その姿勢をまっすぐの真摯な姿勢を見せてくれると信じますお卒業していきますおー待ってます黒おじさんちょっとそろそろランキング読もうかな 夜ご飯を食べてくるよ私はポットで楽しえっ、たのしめっちゃ嬉しいです。ありがとう。全然、ポットでとかじゃないから。ありがとう。ありがとうね。ちょっとそろそろランキングをも <laughs> すぐ3期生って、一番好きですとか言ってる人のことですか。え、そうよすぐ3期生って、一番好きですって。ダメやで。ああって。 かわちぃいや本当に思うか愛いよねくるくるとさっちぃかわいって思うめっちゃチュ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 チディディオ奥クバガダガダ言わせトルカかって脅すぐかいきそうそうかくるくるさめっちゃかわいいくないさっちもうめっちゃかいさっちって言ってたやっぱねくるくるかわいいよねかわいい バレエ図に行くのよ、OK、きが、え、だめでしょ、そんなん言ってる時点で。ダメでしょ。<laughs> サラちゃんのご丁寧なお話し会、あ案内ありって。ありがとうございます。 ちょっとそそろろランンキグ読みます。十三位三本五郎右左衛門さんありがとう十二二十八センチさんありがとう十一位梨月さんありがとう十位マスオさんありがとう九位本門さんありがとう八位ジャパンさんありがとう七位優里さんありがとう六位ピンクカメオさんありがとう五位カズさんありがとう四位アキマンさんありがとう三位おやじいさんありがとう二位タイムファイヤーさんありがとう一位ミータさんありがとう。 ありがとうございましたそれではありがとうございましたバイバイありがとうございましたバイバイ